まい。俺これ一番好きかも。これはめちゃくちゃ美味しい。え、何なんだろう。どうも、筋肉です。これから、クッキングをしていきたいと思います。イワシを使ったクッキングをするんですけども、こちら神栖市のふるさと納税の返礼品で人気のイワシを使っていきたいと思います。よし、じゃあ早速作っていきますね。イワシのなめろう風丼です。俺でもできるらしいんで、ってことは誰でもできるでしょうっていう。ちょっと待って、これが開けられないこれ どこやって開けるんですか、こういうの。すいません、大丈夫です。炊飯ジャーを開けれないっていう。ご飯を 250g 入れて、よし、入れたら、入れたあと何だ入れた次は何だったかな。ネギだ、ネギだ、ネギ、ネギを、そうそうそう、これ1000円こうやって入れる、刺して、でこっちも刺して、引いて1000円入れて、ハサミで切る。ああ、なるほど、こうやると細かくなるんだ。やや粗めですねちょい粗め。このあと、なんだったかな、生姜、生姜を適当になんか好きな量入れて、どうしてこうちょっと多いですね。あ、多いですか。まあこういうのは何でも多めに入れとけばいい。いわし缶入れます。ふるさと納税で人気なんだって。全部これ汁は入れない方がいいし、汁は入れない、はい、よし。普段僕はもう鶏むね肉と卵しか食べないので、その魚をあんまり食べないんですけど。そうなんです。でも美味しそう。しかもなんか今日朝ホテルの朝食でなんかイワシあったから食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。大葉、大葉もなんかこうやってやるんでしたっけ、くるくるっとやって、でこれで切るんですね。こういうことですよね。大葉で、これをスプーンで混ぜるんですね。スプーン でこれも潰しちゃうんってことですよね。そうですね、潰しながら混ぜる。混ぜ方を見てると横川さん結構繊細なんですね、混ぜ方。え、なんでですか。大胆にこう混ぜると思ったらイワシをこう一個一個細かく俺結構こういうのをやりだして几帳面なんですよ、意外と本当にそうなんですよ。そうそう、やりだしちゃうと、な、そう、できました。で、これをもう乗せちゃっていいんですもんね。乗せて、真ん中をくぼませなきゃいけないんだ。ここに卵黄を入れるんだ。はい、取っておきましょう。あ、はい、残ってるだろうみたいなのがあるってことですか。ちょっと楽に行きようぜよし、はい、できました。卵黄ですね。でも卵黄ってもうこの割る時点でもう卵黄だけ出すみたいな。片方の殻の中に卵黄だけ残すんですよ。これ片手にちょっとそのまま落とっていっちゃうので、こう縦に縦にこう開ける感じですこういうことですね。開ける感じでこうやって逆にした方がいいですね。こうですか。そうです、そうです。やった、できた奇跡的にできたで、これをこのまま、このままここに入れちゃう。はい、おー、あー、やばい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 。あ、でもいけてるいけてる、はい、おー、できたできた。で、ごま、ごまですかね。ネギを入れても
好みで。はい、お好みで。じゃ入れないです。ネギ入れます。ね、色大事なんで。学んださっき。あ、やっぱ入れた方が見た目がいい。よっしゃー、イワシのなめろう風丼完成です。うまくいった。まずはイワシ卵かけ丼を食べたいと思います。超シンプルだね。うまい。イワシうまいっすね、これ。しっかり味も脂っぽい脂身みたいなのもあるんだけど、くどくない。さっぱり食べれる。味しっかりしてるのにさっぱり。イワシ納豆丼ですね。いただきます。うまっ。この納豆うまっ。この納豆うまっ。どこの。じゃあ3品目、イワシのなめろう風丼食べたいと思います。うまい。あ、うまいわ。あ、俺これ一番好きかも。はっきり言って俺ネギって好きじゃないんですよ。で、生姜も好きじゃないんです。好きじゃないものがいっぱい入ってるんだけど、これはめちゃくちゃ美味しい。え、何なんだろう。なんか生姜がいい感じにこのイワシと混ざって、で、ネギ普段マジで食べれないです、俺。だけど、このネギの感じがめちゃくちゃ合うんですよ。うまっ。このイワシマジで何にでも使えますね。万能すぎ。なんか、あれです、このイワシはしっかり脂があるんだけど、さっぱりして脂っぽいがあるのにくどくない。だからすごい矛盾を起こしている、このイワシ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。今日は本当にめちゃくちゃ美味しかったです。美味しく食べてもらえてよかったです。いや、美味しいです。俺結構正直に言っちゃうタイプなんで、こういうのも美味しくないの、美味しくないとか結構言っちゃうタイプなんですよ。全部カットされるんですけど、毎回。さん筋トレ飯メニュー。そうですね、体にもめちゃくちゃいいし美味しい。もうずっとこれだけ食べてても飽きない。なんかね、そのくどくないから本当どん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 食べれちゃうんですよ。で、臭みもなんかなくて、魚のなんか臭みみたいのがないから食べやすいし、でタンパク質もいっぱいある、栄養もいいということで、最強のボディービル飯というか。一番こう簡単なものよりも、一番難しいやつの方がなんか手際よく。そうね、そういう男なんですよ。そういうとこあるんですね。